本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今年もですね、横浜館内ラジャントホールにて、ゴールデンウィークに、横浜プロレス祭りを、開催することとなりました。今年は5月3日から5日、この3日間で、6大会を、開催させていただきます。今回は、今まで参加いただきましたアスカプロジェクト、フリーダムス、またアイスリボンに加えて、今回初参加となります、シードリングを入れた4団体で8大会を、行いたいと思っております。普段単独の興行ではできないようなマッチメイクだったり、ファンの方々も普段は見ない団体を見る機会を、作って、ゴールデンウィーク、プロレス界を盛り上げていければなと思っております。大会スケジュールはお配りした日程の通り、3日のお昼がアスカプロジェクト、3日夜がアイスリボン10代女子レスラー主催興行のティーンズ、2日目4日のお昼がアイスリボン、夜がフリーダムス、5日最終日5日のお昼がアイスリボンで、鳥がシードリングが止めていただくような形になっております。各興行のチケットなどは、お配りした紙の通りになっております。これで、今回大会開催するにあたりまして各団体の、代表から、意気込みなど、言っていただきたいと思っております。それでは、初日、5月3日、12時試合開始、アスカプロジェクトの須藤さんからお願いします。はい、アスカプロジェクトの白澄俊です。2年前に、参加をさせていただいて、うちはそれで知っていただいたというお客様が非常に多くおられます。なので今年も開催されるという時に、真っ先に声をかけさせていただきました。で考えたらですね、うちの高橋正也がですね、デビュー5周年というキャリア短いんですが5年も経っているので、この月はちょうど5月が5周年月ですので、合わせて一緒に、高橋バスやデビュー5周年記念大会も合わせて、やらせていただければなと思います。よろしくお願いします。続きまして、3日17時半から開始します。アイスリボン10代女子レスラー主催興行ティーンズ、今回はティーンズ10ファイナルと、題して行います。福士選手お願いします。はい、アイスリボンティーンズ代表の福士です。今回今年の9月で自分が20歳になるのでティーンズ最後として19歳最後としてのティーンズ興行を行わせていただくことになりました。各団体からティーンズ若手そしておばさんたちをオファーをしておばさんたちをオファーして興行を行おうと思っております。はい、ティーンズ興行久しぶりなので頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。どうなってるんですか？別に今私スルーされて、はい、じゃあつくし、はい、つくし、はい、おかしい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 です。びっくりした。次音は後ほどで、はいはい、おばさんは誰ですか？バトルがあるから怖いですね。続きまして、2日目、3日目、4日、5日と、昼の部を、昼の会を、担当しますアイスリボン、から、じゃあ橋本です。はい、アイスリボンの橋本です。今回2大会あるので、ティーンズに負けないように、何か違う趣向の大会にしようかなと思っています。はい、特に今は何も考えていないので何か意見ください。おばさん、ね、何なんだよその流れいらないよ。いらないですか？その流れいらないよ。いらないですか？気をつけよう。はい、その流れいらないですか？はい、それでは、4日2日目の夜、17時30分、大会開催します。フリーダムスから選手をお願いします。はい、プロレスリングフリーダムス内藤です。この横浜プロレス祭りは大体毎年のように、フリーダム参加させていただいてまして、その中でもデスマッチをやはり売りにさせてもらっているのでいつも参加している他の団体さんから、清掃等を含め、しっかりやるようにかなりのプレッシャーをかけられておりますが、今年も、僕らの試合が終わった後には、
最終日、アイスリボンさんと、お子さんの団体がありますけども、ここもちろんもう目いっぱいデスマッチをやって、自分たちをアピールできればと思います。あとはそうですね、ティーンズの、ね、そういうフレッシュな興行もあると思うんですけども、僕らには僕らにしかできない、男臭い戦いができると思うので、まあ、デスマッチを含め、そういう部分でガンガン、アピールしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、横浜プロレス祭りの大鳥、初参加の、シドリング、はい、高橋さん、お願いします。出番来たら出番来たら、お願いします。いや、私初めて横浜プロレス祭り参加させていただくんですけれども、この記者会見からこういう下りになるとは想像もしていなかったんですけれども。でしょ、何なんですかね。これはこういう集いなんですか。これが横浜プロレス祭りですよ。祭りですよ。そうなんですか。そうです、はい、そうなのね。じゃあもうお前らには負けないからな。お、分かった、お前らに負けないよ。横浜プロレス祭りでみんなでこう手をつないで頑張って盛り上げようぜってやるのかと思いきや、そうじゃないということなんで、シードリングはもうこの中で一番お客さん集めて、一番熱いプロレスをして、一番皆さんの支持を得たいと思います。はい、シードリングは都内でいつも興行をやってるので、都内以外に出ていくのが初めてなんですよ。初めて。そうだから横浜の皆さんも都内の皆さんも、ゴールデンウィークなので全国の皆さんに集まっていただき、他の団体来なくていいんで、5月5日のシードリングぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、とおばさんが熱弁しております。うっさいな、もう、ね、おばさん熱くなるからね。そうですね、はい、さすが熱いじゃあ、佐々木隆選手と同期なんで、そう実は同期なんで、奈々ちゃん、タカちゃんとか行って、なんか、なんかおじさんなのよ。あ、おじさん、言ってみれば。そう言ってみればおじさん。でも、ね、誰も言ってないから大丈夫。うん、俺、あと水戸市も何も同い年ですね。まあ、年齢は一緒だ。あ、でおじさんばっかり、まあ、おじさん、おばさんで頑張る。な、それ、ストレス祭りしよう。おじさん、おばさん、そんな人来ないですよ。そんななんか夢がないようなこと言わないで、おばさんになっておじさんになって夢があるんだよ。夢があるんだ。あ、俺ちょっとこっちの見方になるんだよ。あ、そうだよ、そうだ、ほら自分だってさ、30超してんじゃないのよ。だからなんだよ。いや、でもこっち側だよ、こっち側。違うんだよ、こっち側とかこっち側とかが分けるんじゃなくて、みんなで頑張ろうですよ。いや、頑張れないよ。じゃあ、名前はついてください。名前じゃねえよ。もう戦いよ、これは。じゃあ、私は、フリーダムさんがいるんで、デスマッチで勝負だよ、勝負。お、デスマッチで勝負だ。やっちゃう？お、やっちゃいましょう。やっちゃう？お、やっちゃいましょう。心のデスマッチですね。心のデスマッチは、いいこと言う。何でもやっちゃう。粉々にしてやりますよ。分かってないですよ。おばさん、分かってないですよ。デスマッチだよ、デスマッチ。デスマッチ。じゃあ何やんの。デスマッチだよ。お、デスマッチだよ。お、デスマッチなっちゃったよ、ほら、はい、このね、会見の怖いところはね、ポロッと言ったことが本当実現しちゃうから怖いんだよ、これ。あ、そうなんですね、うん、もう始まってますね、うん、でね、はい、自分からね、バーンって誰かにね、仕掛けたつもりがね、バーンって跳ね返ってくるから、これ怖い。怖いですね、怖い、はい、恐ろしい会見だよ。まだみんな黙っちゃったんだ。黙っちゃいましたね。なんか振られたら困るからね。つくしがそもそもおばさんとか言ってるからさ、何黙っちゃってるの。何なんかスーツっぽいの着てさ、コスプレみたいな感じして。コスプレじゃない、はい、負けないからな、おじさん、おばさん。お前もおばさんだ。はぁ、こっちにまで飛び火しちゃったじゃないか。なんだよ。マスコミの方から質問ございましたら、うちはですね、基本まあ、僕ははじめ全員がみんな若いので、激しいのはもう先輩方にお任せをして、明るく楽しくプロレス初心者とかですね、昔プロレス見たっていう人に、分かりやすい伝わりやすいプロレスを前提としていますので、まあ、一番最初を皮切りに、勢いつけて持っていきたいなと思います。アスカプロジェクトって、はい、創立何年ですか。3年目に入ります。ってことはもう創立以来ずっと毎、まあ、それ出てるプロ横浜プロレス祭りは毎回参加してるってことですね、
2014年が最後にティーンズ興行をやったんですけど、ティーンズ本当に若い人たちがつくしくるみきゅうりでプロデュースしてる興行なので、踊って楽しく笑顔になって帰ってもらえる興行にしたいと思ってます。お願いします。うち毎回横浜プロレス祭りっていう形で中心となってやってる団体なんですけど、みんな本当やる気があるんです。で今回特に長崎まる子が全部の大会を大会で試合をしたいっていうふうに言っていて、お、はい、めちゃくちゃやる気なんですよ。おで高橋さん、そういうやる気あります？あ、やばいことくらい全大会に参戦してやるっていうやる気あります？うちのまる子めちゃくちゃあるんですよ。だからもしよかったらどうでしょう、長崎まる子。はい、そういう選手がたくさんいます。いいじゃない。お、いいじゃない。本当ですか？だからハイスピード、はい、ハイスピード、猛スピードを目指して。猛スピード、はい、ハイスピード、夏木、はい、マルコ選手、いいじゃないですか。ぜひぜひ。お、ありがとうございます。ね、言ってみるもんですね、はい、いいと思います、はい、最近なんかね、すごい動きいいですしね。いいっすよ。お、ありがとうございます。やっぱ、はい、そういうやる気のある選手がたくさんいるので、そういうところが、うち誰と試合させられるか分かんないよ。いいの？はい、いいの？本当分かんないけど、はい、カードこれから考えますけど、はいはい、どんな風になっても知らないよ。はい、でもそれ覚悟で多分言っていることなので、大丈夫です。前回はアジモンからくるみ選手が6大会全部という形を取りまして、その際フリーダムスの、ウィンガー選手がやはり同じく、全大会出場という形、最年長にさせました、はい、今回最年長って誰になるんですか、佐々木さん。フリーダムスの最年長は、うちの最年長は葛西純ですね。あ、じゃあマンモスだけですね。誕生月ぐらいでやる、誕生月ぐらいでやる、1、2ヶ月のレベルの差ですけど。でも一番早く生まれたのはマンモスだけです。僕その4人の中で僕一番末っ子なんで、早生まれた。そういうような形のことはスリーダムスでは今回考え、6連戦とかですか。僕はそういうなんか誰かが連戦とかはとりあえず考えてないんですけど、先に言っちゃっていいですかね。僕は個人的に別にフリーダムズじゃなくていいんですけど、フリーダムズじゃなくていいんで、この6大会のうちはどこでもいいんですけど、僕の願望がありまして、やりたいことがありまして、僕はぜひですね、日頃プロレス界において僕の義兄弟とまで言われている佐藤はじめ社長ですね、リングに引きずり込みたい。交代しましたね。ぜひですね、僕のコスチュームをフルで着ていただいて、一緒に入場して、一緒にリングに上がって、タッグを組んで、見てますね、タッグマッチを。そういえば。まさかの。それがあるんですね。これ相手は本当誰でもいいんですよ、もう本当に。はい、すいません、怪我してるんで、はい、社長は右手でしたっけ、左手でした。僕が守ります。お、僕が守ります。両手して守ります。以前にうちの会社が火事になった時に、はい、ね、みんなで応援をしようっていうチャリティーをやってもらった時に一緒に入場はしましたけどね。いや、もうリングは上がりたい。いやいや、入場だけで。リングが一緒にバキューンってやりたいんですよ。コーナー上で。あ、そこまで、じゃあバキューンまでで。あ、そこまでやってくれるんですね。おぉ、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 言ってみるもんですね。言ってみるもんですね。はい、なんですか名前、タック名は。タック名、なんでしょうね。ちょっと考えましょう。はい。はい、シールリング。はい、シールリングはそうですね、熱い女子プロレスというものをテーマにいつも戦ってますので、横浜アジアントはよりその熱が伝わりやすい会場となっていると思いますので、そうですね、熱が伝わるカードを組んで、その熱でお客さんがもう燃えてしまうような、ワクワクするようないつも通りの戦いを横浜で実現できたらいいなと思ってます。
で今回各大会のチケット、ちょっとばらつきがございます。各大会各団体の事情により、ばらつきがありますが、なんかこの辺そうですね、半券持ってきたら前売りがとか、はい、そうですね、せっかくなのでなんか作りましょう。それぞれの6大会のチケットなり半券なり持ってくれば、当日券とか値上がりなしでやりましょう、はい、はい、じゃそういうところは仲良く揃えていきましょう、はいはい、しょうがない。じゃあその6大会の全員見た人、6大会全員見た人、半券全部あるわけですよね。その人たちせっかくなので、なんか抽選で何かプレゼントとか。あ、いいですね、いいですね。せっかくだから全部見てほしいからね。そうですね、うんうん、じゃあトップバッターがすごく重要になるわけですね。そうですね、まずトップバッターをちゃんとね、集客して皆さんに見ていただかないことには。これじゃあスタンプラリーでもしますか。スタンプラリーですね、面白いですね。ハンコ集めて、で、ハンコ6個集めたら抽選で何かもらえるみたいな、はい、はい、だからじゃあそれを作って、だから一番手がもうスタンプラリー作って、でもう、はい、来た人みんなにこう押して、ね、6個全部見に来てねってやらないと。6個全部作って来場者に全員配ればいいってことですかね。そうですね、一番手がね、うん、それを次の、それを持って次の大会に行ってもらう。リーダーさん来たり、うん、はい、ということで。スタンプだけで大丈夫ですか。あ、そうか、まあ、他人にあげちゃったらね、そのスタンプカードね。そういうのもできますもんね、やろうと思えば。じゃあそれぞれの大会でキーワードを決めて、はいはい、それをこう持ってきてもらっての会場に入らないとわからない。ああ、なるほど、はい、じゃあそのキーワード付きのスタンプの、しかも6個集めた方を最後さ、シードリングさんの時にこう回収して、はい、はい、じゃあそれで抽選ですかね、どうですかね。抽選で何名か、はい、何名か様に何か豪華商品を、商品っていうか何か特典をつけましょう。はい、そうですね、はい、まあ、最後なんで皆さんもいらっしゃってくださるんですかね。そうですね、1回以上いると思います。お、じゃあもうせっかくなんでみんなでリング上で上がって、そのあの全部見てくださった方の中で、まあ、抽選かなんか分からないですけど、リング上で撮影とか。ゼンポラってことですね。ポラ、ゼンポラ、ゼンポラ、アイスリボンの用語。それはアイス用語だ。全員と一緒に撮れる写真が撮れる撮影。ああ、じゃあゼンポラでいきましょう。ゼンポラで。はい。はい、じゃあ抽選当たった方はゼンポラで。それ6大会全部のスタンプカードを集めて、はい、スタンプ押して、はい、かつ抽選で当たった人は最終日のシドリングの、はい、じゃあ最後の締めのリング上で。参加選手と一緒にリングに上がって記念撮影ができると。はい、それ相当すごいですね。すごいです、レアです。相当すごい。はい、出た選手たちをリング上でみんなで記念撮影ができる、すごいですね。はい、今までトリを務めたフリーダムスだとリング上ガラスだらけだったからできなかったことですね。頭下げながら本当に皆さんやってますけど。はい、あ、素敵です、はい。それやりましょう。やりましょう。それやりましょう。はい、じゃあ全ポラで。はい、でスタンプカードスタンプラリーをやって、はい、その経緯がそういう。はい、全員との記念撮影という形ですね。あとやっぱゴールデンウィーク子供の日挟んだ形なんで、そうですね、はい、子供料金の設定とかはどうでしょうかね。そうですね、子供はタダでいいんじゃないですか、もう全部、はい、もう小学生以下、小学生以下は、無料で、みんな無料で、無料で、はい、僕もね子供を持つ身なので、やっぱりゴールデンウィークは親子で出かけたいですから。なるほど、はい、それで、ね、もう6大会全部親子で来てくれたら嬉しいなってことで、うん、全部サネしましょう、はい、このまま、はい、はい、小学生が、うん、各大会大人はマイル券持ってなくても半券を持ってればマイル券と同じ金額で買えるし、はい、子供はもう当日来てもらったらもうタダだ、タダにしましょう、はい、はい、形で、あの見て気になったらじゃあ明日も行こうとか、そうですね、はい、現実に来てもらったらフラッと来ていただいても、はい、いいよという形で。ここにお客さんが集まらなかったらこの企画終わりですもんね。そうですね。まあ集まるような夢のあるカードをちょっと提供したいと思いますので、まあ、そこをちょっと追っていきます。大丈夫この空気大丈夫大丈夫です、大丈夫です、はい、
集めたらとかないですか？それはなしですね。6個で。それはなしですね。6個ですね。6個で、はい。横浜はですね。あ、いいですよ。横浜プロレス選手も大丈夫。横浜プロレスは、さっきもちょっと伝えたんですけど、うちはやっぱりどうしても都内中心なので、普段見てもらえない方々に知っていただくところで、また前回知っていただいた方が非常に多いんですね。なのでまた今年もやらせていただいて、またさらにあこういうところがあるんだなってさらに知っていただくっていうところに持っていきたいなと思います。はい、美しいくるみ9位にしかできないハッピーな笑顔あふれる紅葉にしたいと思ってます。よろしくお願いします。まず質問の今質問の意味が分からないそういうノリじゃないですか。はい、まずうちは去年の5月に横浜分隊10周年お試合をした場所なので、横浜に関してはいろいろ熟知しているつもりです。ポスター貼ったり中華おいしいの食べたり、はい、本当いろんな、思いをした場所なので、そこでまた、6団体じゃない1、2、3、4、5、まあ、5つの興行の中でうちが一番横浜に強いと思っているので、はい、超満員札止めを、安定の超満員札止めを目指して、はい、開催したいと思います。はい、僕個人的に、ね、ことを言わせてもらいますと、生まれ故郷である岩手を出て、神奈川で一人暮らしを始めて、住まいは今も変わらず茅ヶ崎市にあるんですが、プロレス入門して、食えなかった時期ずっと横浜で、バイトとかをしてて、でかついろんな人に出会って、で横浜ベイスターズを大好きになって、で僕の要は、住まいは茅ヶ崎ですけど、ホームタウンとでも言うべき、友達も多くプライベートもよく飲み歩いている横浜という街でですね、こうやって賑やかにプロレスの大会を今できることをすごく嬉しく思ってます。で本当に僕はこの横浜の街で、岩手から出てきてから横浜という街で大きく育ててもらったと本当に思ってるんで、それを皆さんに恩返しできるような大会をまた今回もやりたいと思います。よろしくお願いします。アイラブ横浜です。はい、私は横浜が個人的に好きでして、なんか嫌なことがあったら夜景を見に行ったりとか、海の空気を吸いに行ったりとか、あとは、食べることが大好きなので中華街行ったりとかするっていう思い出がある中で、初めてシドリングが都内以外に行くっていう大事な一戦目が横浜っていうのは自分の中でなかなか意味のあることでもありますので、なんでしょう、ホームではないかもしれないけれども、いつも通りのシードリングの熱をそのまま持っていきたいなっていうふうに思ってますので、ぜひ横浜の皆さん来ていただきたいなと思います。4月1日に横浜プロレス祭り、前回も参加しましたけど、あそこだ、桜木町にある、桜フェスタという、横浜の企業が集まる、パレードがあるんですが、そちらでも今年横浜プロレス祭りとして参加することが決定しております。また詳細はリリースさせていただきますが、横浜4月からこのゴールデンウィークに向けてプロレスで盛り上がれるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。